はい、カバージョブロカッパ園長です。じゃあね、最初は日本の影響を受けすぎだと。まあ、ある日本映画から、まあ、影響を強めるアメリカのね、この超大作シリーズ。これ、まあ、スター・ウォーズの、今回のお話は、この実写ドラマシリーズの、マンダロリアン？マンダロリアン？ちょっとわかんないですけど、マンダロリアンで合ってると思うんですけどね。まあ、これがね、海外で話題になっていると。ディズニー公式動画配信サービスディズニープラスで配信されている、スターウォーズの実写ドラマシリーズマンダロリアンで、この物語の舞台はエピソード6ジェダイの帰還の5年後で、孤高の賞金稼ぎである主人公マンダロリアンが、まあ、フォースの力を秘めた孤児ザ・チャイルドと出会って、まあ、危険な敵と戦いながら共に度重なる苦難を乗り越えていくっていうストーリーで、でこの作品について、制作総指揮を務めたジョン・ファブロー氏が日本の時代劇の子連れ狼を参考にしたと明言、またジョージ・ルーカス監督はスター・ウォーズ制作した際、日本文化や、時代劇を徹底的に調べ上げたことは有名ですが、まあ、ファブロー氏もそのやり方を踏襲したそう でこのマンダロリアンは侍の精神を反映させているとのことですと。でさらに作品には1961年に公開された黒澤明監督の作品用心棒へのオマージュとおぼしき、シーンが登場するなど、日本の映画に対するリスペクトが伝わる内容になっていると。で 若者向けのアメリカのカルチャーサイトインバースではシリーズが再び日本映画からの影響を強めていることをスターウォーズルネッサンスと表現していますと。でオマージュの件はスターウォーズファンサイトにも取り上げられて、侍のように二刀流、二本差しである点も指摘で、1000を超えるコメントが寄せられるなど、まあ大反響で、スターウォーズのファンの方々も、日本映画の影響は非常に大きいという認識を抱いているようでしたと。でまあここからだから、まあ、ほとんどがアメリカの人でもないか、うん、世界中からのコメントがまあここから最初がイギリスの人、スター・ウォーズが日本映画の影響を受けたのは作品が生まれて以来ずっとのことだから、特に黒沢の影響は顕著だ。で、また別なイギリスの人が、マンダロリアンが好きな層は、子連れ狼と黒沢映画もハマるはず。で、今度はアメリカの人、エピソード自体が西部劇と、黒沢へのオマージュだったね。西洋と東洋の出会いというのは、スター・ウォーズの根底にある感じだ。で、という、次はインドの人か。黒沢の影響を受けてない映画人なんているの？今の全ての映画人に影響を与えたのが黒沢っていう存在でしょ？で、国籍不明の人が、まだ黒沢作品一度も見たことがない人は、隠し砦での三悪人見た方がいいよ。今度、プエルトリコの人、集団が一人一人次々敵に向かって、戦い方とか侍映画を意識してるなって伝わるよね、それがうまくいっていたから良かったけど。でカナダの人が、この先黒沢レベルのシーンを生み出せるか疑問だ。現役の世代が彼のビジョンを理解してないということをただ単に証明することになるだけの可能性がある。なるほどね。でアメリカの人が、バグズライフはピクサー版7人の侍7人の侍、黒沢が他の監督に与えた影響力が大きすぎる、まさに映画界のレジェンドだよ。で今度フィリピンの人、ちなみにジェダイという単語造語が時代劇から来ている、知っておいて損はないぞ。これ本当かね初めて聞いたけど。でベトナムの人が、日本の刀は宮本武蔵の影響かな。でそれに対してイギリスの人がその通り二点一流だね。で国籍不明の人が、でも二刀流って日本独特というわけじゃないよな、中世以降のヨーロッパでも一般的だった。でまた国籍不明の人が、スターウォーズという作品そのものが黒沢の影響なしには作られなかったんだから。でアメリカの人、影響じゃなくてゲフンゲフンパクてんてんてんって書いてあるなで、国籍不明の人が、あのシーンがあるエピソードは黒沢映画そのものだった、俺は素晴らしいことだと思ったけどね。でイギリスの人、マンダロリアンは基本衣装は違うだけで侍映画と言ってもいいと思う。そして俺は全然問題ないと思うし傑作だと思う。でフィリピンの人、スターウォーズって黒沢作品よりも全体的に子連れ狼の影響の方が強く受けていないかな。でカナダの人、個人的な印象として最近のスターウォーズよりマンダロリアンの方がスターウォーズっぽい。
で、アメリカの人を用心棒を思わせるシーンあるし、間違いなく黒沢と三船へのオマージュだね。それに気づいた時かなり興奮したよ。で、また別のアメリカの人が、このオマージュはジョージ・ルーカスに捧げるものかと思う。彼はアキラ・黒沢に心酔していたから。で、また別のアメリカの人が、二刀流は日本の伝統的な戦い方じゃないよ。生み出したのは武蔵という侍で、レイピアとマンゴー州の二刀流で戦ったポルトガル人の船員に影響を受けたと言われている。で、カナダの人が、嘘っぽいな。その情報をどんだけ正しいのか疑わしいなっつってますかね。で、アメリカの人、ちなみに脇差しは狭い空間での戦いに使われた。刀とは全くと言っていいほどに違う。そして切腹には短刀が使われた。で、オーストラリアの人、スターウォーズクローンウォーズの7人の傭兵ってエピソードなんて完全に7人の侍だったもんな。で、カナダの人が、映画マグニフィセント7もそう。基本的に西部劇と侍の出会いは多い、そして大抵名作に仕上がるよ。で、アメリカの人、登場する村の感じとかも中世の日本っぽいし、そして実際のところいい感じになっていた。で、オーストラリアの人が、用心棒と椿三十郎は間違いなく傑作。で、アメリカの人、スターウォーズは日本の影響を受けすぎだと思う。で、また別のアメリカの人が、ここで紹介されてるエピソード見たけど、西部劇と日本映画を同時に見られてる感じでよかった。ベネズエラの人、ライトセーバー使った戦いなんてまさに日本映画と侍同士の決闘だしね。日本映画の侍同士の決闘だしね。結果としていい影響を受けたと思うけど。アメリカの人が、黒沢は映画界の王様と言っていい存在ですよね。で、カナダの人が、日本の映画はスターウォーズに大きな影響をもたらしたということは紛れもない事実だろうね。で、コロンビアの人が、日本映画で起きたことはスターウォーズでも起きる。これはすでに定説になっている。で、アメリカの人、いずれにしてもマンダロリアン、かなり面白い。見られる環境にあるなら、見ることをお勧めするよと。これはまだまだずっと続くんですけど、まぁ、ちょっと切りないんでこの辺にしときましょうかね。最近のこの日本映画の、これちなみにご覧ってあなたはこのスターウォーズシリーズとか、この今回のこのマンダロリアンってご存知の方ですかね。まあなんか興味深いんで、僕も見てみたいなとは思いますが、昨今の最近のかな、最近でもないか。まあ日本映画どうかっていうと、このね、漫画とかアニメの実写化がすごい目立ちますよね。で、まあ、オリジナルでいい作品も稀にあるんですけど、なかなかこう、昔のように長年にわたって、この良作とね、語り継がれるような、だこうやってハリウッドから、なんかね、リスペクトされるような作品って、どうなんですかね、どれぐらいあるのかなって、ちょっとなんかこう、寂しさを感じたりもしますけどね、まあ、僕、基本的に邦画ってそうそうめったに見ないですけど、ね、まあ、たまにこのネトフリとかでね、あ、こんなのあったんだ、どれどれって見ますけど、どうなのかな。ここまでね、この黒沢作品ほどね、ハリウッドに、リスペクトされるような作品が、どんだけあるのかしらね。どうなのかな。なんかレベル低下、そこまで詳しくないのになんかレベルが低いとか高いとかっていうのがそもそもね、違うと思うんで、あえてここではね。ね、あえて言わないですけど、ね、このマンダロリアンね、刺身にしてやるとか言ったりするんですかね。まあ分かる人は分かると思いますけど、用心棒のこのシーンって今見ても鳥肌もののかっこよさですからね。まあ知ってる人は知ってると思いますけどね。でもね、これ別に昔のこれはアメリカのほら西部劇だって普通に面白かったじゃないですか。黒沢さんはだってこの西部劇参考にしてたりしませんでしたっけ。お互いになんかこういい影響を与え合うとかだったらね、全然いいですけどね。もう時代劇とかもね、嫌いじゃないですけど、ちょっと最近のがなんかどんな感じだったか全然わかんないんですけど、どうなんですかね。やっぱりこう見せ場って、まあいろいろあると思いますけど、やっぱ盾は外せないですよね。だからまあ見応えがあるところ、シーンとかあるんだったら見ようかなって思いますけど、俳優さんだとどの人になるのかな。なんとなく僕がもうちょっとだいぶしばらくアップデートされてないんで、真田広之さんぐらいかなってパッと思い浮かばないんですけど、なんかね、もう俳優さんもそうですけど、このね、特殊効果一切なく、ね、もう純粋にチャンバラアクションのみっていうシーンをね、演じられる役者さんもそうですけど、その撮れる監督さんがね、邦画界に果たしてどんだけいるのかもちょっと疑問ですけどね。またなんか面白いね、作品楽しみにしたいんですけどもね、どうなんでしょうね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。